はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、効率的に勉強していくために、日頃勉強していく中で、わからない問題に出会った時、どのように対処していくのが良いのか、これについてお伝えしたいと思います。このやり方間違っちゃうと、本当に非常に非効率になっちゃうんですね。つまり、いつまで経っても勉強が進まないということになっちゃいます。そうすると、例えば今年の試験、目指そうって思った時に、全然試験に間に合わないと、時間が足らない、そのようなことになっちゃいますので、そうならないために、今回の動画ご覧いただければと思います。で、わからない問題、日頃、過去問とか問題集とか解いていって、わからない問題が出てきた時、どのような対処法があるのか、列挙しておくと、おそらくこの3つぐらいかなと思います。まず1つ目が、テキストで調べる。2つ目が、もうわかんないから飛ばしちゃう。三つ目が、よりテキストよりもより専門的な本だったりとか、インターネットとかですね。で、専門的な人が書いてある記事とかで調べる。この三つぐらいに分けられるかなと思います。で、この三つについて、どれを選択したらいいのか。これはその人の実力によって変わってきます。はじめに、初学者ですね。あまり法律の勉強したことがない。そういった方については、テキストで簡単に調べる程度でいいと思います。ここでですね、いきなり細かい専門書とかネットとかでじっくり調べるって やっちゃうと、これ時間かかっちゃうんですよね。なので、テキストでざっくりと概要だけ調べるって言ったのがいいです。で、三つ目が専門書だったりネットとかで調べるってことですね。専門書っていうのは、例えば民法の専門書だったり、ネットで言うと、民法だったら、弁護士さんとか法律事務所が、書いている、ネットの記事とか、ホームページとか、そういったところで調べるっていう意味です。で、これ一番ですね、これテキストで調べるって書いてあるんですけども、基本的な単語ですね。単語とかについては、ネットで簡単に調べるっていうのもこっちに入れてます。こっちの3番のネットで調べるっていうのは、もう細かい内容なんですよね。法律の条文の細かい内容を調べるとか、そういった時には3番に含まれてきます。で、この1、2、3、どれを選択したらいいのかっていうのは、その人の勉強レベルですね。どれくらい勉強してきたのか、またどれくらい知識が頭に入っているのかによって変わってきます。で、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、初学者っていうのは、法律の勉強をしたことがないっていう方ですね。つまり宅建の勉強したことがないとか、そういったイメージです。で、そこから勉強を重ねていった人っていうのは、過去問でもう合格点取れるよという人もいると思います。これはもう過去問何度も何度も復習している方っていうのは、おおよそ過去問の答えとかを覚えちゃっていて、合格点取れるようになる。でも本試験では点数取れない。そういった方ですね。人それぞれ様々ですね。知識の量っていうのが。実力っていうのも様々です。で、まず、初学者。まだ勉強を始めて間もないよと。そういった方っていうのは、簡単にテキストを調べる程度でいいです。初めにさらっとテキストを読んで、で、問題を解いてみて、わからないなと思ったら、テキストをさらっと読んでみる。もう一回確認してみる。そんな感じです。で、おそらくですね、初めてなので、全然言ってることがわからない場合もあるんですね。例えば、過失っていう言葉があった時に、過失ってどういった意味なのか。こういったものはね、先ほどもお伝えした通り、簡単にネットで調べるっていう感じでいいです。過失っていうのは落ち度だったり、その人の責任でとか、そういったイメージで大丈夫です。定義を細かく覚えるっていうよりも、言葉っていうのはイメージである程度頭に入れていくのがいいと思います。そうすると問題文も理解しやすくなってきますし、テキストを読んでいっても自分自身イメージしやすくなってきますので。で、言葉をしっかり覚えないといけない問題に出くわしたときは、それはちゃんと後でですね、こっちのところとかでちゃんと定義を頭に入れていくってことをやっていったらいいので、初めの段階で細かくですね、完全に定義を覚えるってことはしなくても全然構いませんので。まずはざっくりとしたイメージを頭に入れていくっていう感じでいいです。簡単に調べる程度でいいです。でもそれでもわかんないっていうのであればもう飛ばしちゃった方がいいです。ここでじっくり考えちゃうと、もう時間の浪費なんですよね。だから、初め勉強していて、わかんないなと思ったらもう飛ばして、で、次の分野行くとか、それで全然構いません。で、わかるところから頭に入れていくってことをやることがすごく重要なんですよ。これがわからなかったら次に進まないってやっちゃうと、もういつまで経っても進まないんで。だから、わかるところから頭に入れていく。で、一通り勉強する。そしたら、100あって、わかる問題が10個あった。そしたら、とりあえずそれでいいんです。で、2週目に入りますよね。で、2週目に入ると、初めに分かった10問っていうのは、おおよそ忘れてます。忘れてるけれども、もう一回復習したら、
それで、ああ、そうだそうだと、あ、こういうこと書いてあったなって、まあ、10問はわかると思います。で、さらにプラスアルファで、プラス10問わかるようになる場合がやっぱ多いんですね。1週目で90問分かんなかったとしても、2週目だと同じ解説であったとしても、またテキストが同じものであったとしても、一通り勉強することによって、プラスアルファで分かる部分ができてくるんですよ。そうすると、プラスまた10問分かるようになったら、まあ、合計したら20問分かるわけですよね。で、分からない問題については、もちろんね、テキストとかでさらっとは調べるけども、まあ、それでも分かんなかった。じゃあ、それで終わりで3週目。で、3週目については、はじめ10問。2週目でプラス10問で20問。これはね、おそらくわかると思います。で、さらにプラスアルファで5問とか10問とか、またわかるようになってくるんですよ。そのようにして、徐々にわかる問題を増やしていくってことをやっていくんですね。で、ある程度わかる問題が増えたっていうのであれば、その時初めて専門書とか、インターネットで専門的な人が書いてある記事とか、ホームページとかを見て、勉強を進めていく。ここが一番時間がかかるところだと思います。ちゃんと理解をしながら学習していくって話になってきますので、例えば1選択肢あたりもう10分、20分、30分やっぱかかっちゃったりすることも、ザラにあります。ただそれをやらないと理解までいけないわけですよね。多くの方がここをやらずにここで終わっちゃってるんですよ。まあ、もしくは1番で終わっちゃってる人も多いですね。1番っていうのは、宅建のテキストだったり、宅建の過去問集、宅建の予備校から支給される教材、宅建の通信講座で、支給されている教材、まあ、動画も含めて、また先生の、講義も含めて、それだけで勉強するっていう意味なんですね。で、おおよそそれだけでは理解はできませんので、だからこの3番でしっかり理解を深めるために、専門書だったりとか、ネットとかできちんと調べていくってことが重要なんですね。なのでまとめると、初学者の方はとりあえずテキストで調べて分かんなかったら、飛ばしちゃうと。まあ、テキストとか、まあ、簡単にネットとかでね、単語とかを調べて、もう分かんなかったら飛ばしちゃう。これでどんどん進めていって、2週3週ってね、過去問集とかを行っていく。過去問10年分でもいいですし、5年分でもいいんですけども、とりあえず行っていく。で、ある程度点数が取れるようになってきました。というのであれば、そこから専門書とか、専門家が書いている、ホームページとか、そういったところで調べながら理解を深めていくと。いう風なやり方をしていくと効率的に勉強を進めていくことが可能です。間違っても早い時期から分かんないからじっくり考えるっていうことはやらない方がいいです。それやっちゃうと本当に本試験間に合いませんので。また分からないからモチベーションが下がってくるんですよね。そうすると勉強続かないってなっちゃうんですよ。だから分かる部分からとりあえず頭に入れていく。もちろん初めは分かる部分少ないかもしれないです。少ないかもしれないけども、少ないながらでもその部分を頭に入れていくだけで全然構いません。また頭に入れると言ったとしても頭に入らないんです。覚えても忘れてしまう。これが人間なんですね。だからこれについては復習をしながら定着させていく。また後々専門書とかで、理解を深めていけば頭に定着しやすくなりますので、初めはそれほど気にしなくてもいいです。分かんなかったら飛ばしちゃう。で、分かるものから頭に入れていく。で、ある程度実力がついたら専門書だったり専門家が書いているホームページとかで調べながら勉強を進めていくといった流れがいいと思いますので、時間を無駄にせず今年の合格を目指していただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。短期間で実力を上げたい、今からでも今年の試験に合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの受講お待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。